サッカーファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。青空の下、絶好のコンディションで迎えましたエキシビションをお送りします。鹿島アントラーズ対京都パープルサンガ、まもなく始まります。解説に松木安太郎さんをお迎えしてお送りします。こんにちは、松木です。よろしくお願いします。さあ、まもなくです。まもなくキックオフの笛です。ホームの鹿島アントラーズ、スターティングイレブンは佐藤、秋田、奥野、相馬、ジョルジーノ、内藤、本田、ロドリゴ、マジーニョ、黒崎、長谷川、続いて青江、ホイッスル、ファールです。ブーイングですね。起き上がれません。さあ、サンガチャンスですね。セットプレーをきっかけに打開したいですね。アントラーズ、調子はどうでしょう。試合前のコンディションはまあまあでしたね。そうですね。黒崎、塩谷、大きく蹴り出しました。いや、危なかったですね。チェック厳しい、大きくクリアした。ロングクリア、ここから速いですよ。ジョルジーニョ、動きがいいですね。ラモス、左サイドに流して、ゴール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 、ジャストタイミングでした。アントラー先制のゴール、抱き合うイレブン。さあ、気になるシーン見てみましょう。キーパーの動きをよく見てました。まだ1点じゃないと思うね。ですか。サンガの調子はどうでしょう。後半になるとバテ気味になるので、今日もまあ最後まで頑張る必要があるでしょう。ですね。ディフェンダーの壁は厚かった。ナイスチェック。大熊、本田、この動きは読まれていました。相馬、あれ、ちょっとボール持ちすぎですね。そうですね。大野、ナイスディフェンス。カール大きくクリア。中央突破は難しいですね。秋田、サイドからの攻撃が欲しいですね。なるほど。リードを広げて終わりたいですね。ええ。献身的なプレー。タッチラインを割りました。クロスのセンタリング、西田。アントラ、今日は攻めてるぞ。前線の選手が積極的でいいムードですよ。ですか。タッチラインを割りました。アントラ、ファールです。今のプレーは軽率ですね。大丈夫でしょうか。怖い。なぜイエローカード。まあ当然でしょう。サンガフリーキックです。クロサクリア、タッチラインを割りました。どこに展開していくのか。塩谷、体の使い方がまずいですね。ですね。相馬、前方から激しいアタックだ。山口、切り替えが早い。一人で持ち込む。ふわっと上げた。このプレーはあっぱれですね。ジョルジー、大きくクリアした。ああ。黒崎、西田、ロングクリア。次につなげたいですね。柔らかいタッチ。落ち着いてますね。
サンガマ、動きはどうでしょう。動きはあまり良くないですね。そうですね。佐藤翔吉、チェック厳しい。カーロー、してクリア。さあ、速攻か。大野、パスをつないでチャンスを伺います。本戦です。ロドリゴ、パスを回してますね。セルジオ、いいパスだ。佐藤翔吉、素早いプレス、献身的なプレー。大野、佐藤翔吉、秋田、大野、そう、物にできない。ここから早いですよ。高い運動能力です。マジーニョ、本戦です。内藤、黒崎、大野。アントラーズは少々飛ばしすぎですかね。確かにこの運動量で最後まで持つか心配ですね。ええ、激しいアタックだ。クリア。相馬、華麗なパスワーク。これはチャンスですよ。西田、波状攻撃か。ラモス、チェック厳しい。ジョルジー、長谷川、カルロス、大きく蹴り出しました。中央突破は難しいですね。ナイスチェック。ラモス、動きがいいですね。内藤、素早いプレス、ディフェンダーかわして大きくクリアした。塩谷、奪った。本田、大熊、ナイスディフェンス。山口、本戦です。前半終了ですね。1対0、アントラーリードで後半を迎えます。この調子でいってほしいですね。さあ、早く追いついてほしいですね。ですか。アントラーですが、今日はどうでしょうか。オフェンスがいいリズムですね。そうですか、楽しみですね。とにかく攻めたいですね。ですね。佐藤翔吉、前方から激しいアタックだ。山口、佐藤翔吉、ロングクリア。さあ、速攻か。大熊、ナイスチェック。マジーニョ、大野、素早いプレス。本戦です。ディフェンダーの壁は厚かった。西田、黒崎、ナイスディフェンス。本田、切り替えが早い。サイドチェーン、苦しくなりましたね。体の使い方がまずいですね。そうですね。左サイドにヘディング、アントラーズの攻撃ですが、はい、どうでしょう。多彩な攻めを見せてくれますね。なるほど。スピードに乗ってドリブル突破。秋田、カール、落ちてクリア。まだチャンスはありますよ。ハウジネイ、いいボディバランスですよ。攻めてますね。グラウンダーで流した献身的なプレー。さあ、行きましょう。中盤でボールを回しています。マジーニョ、スピードに乗ってドリブル突破。長谷川、前方から激しいアタックだ。ハウジネイ、ナイス切り返し。スピードに乗ってドリブル突破。ラモス、これは
はいけませんね。内藤、今のプレーは軽率ですね。痛んでいます。おっと、イエローカードですね。まあ当然でしょう。サンガ、フリーキックです。奪った、チャンスをものにできない。中央突破は難しいですね。長谷川、チェック厳しい。アントラー、今日は少々荒っぽいですね。フェアプレーしないといけませんね。タッチラインを割りました。サンガ、いい展開ですよ。ソーマ、クリア。繋がらない。ナイスチェック。ホンダ、クロサ、セルジオ、大きく蹴り出しました。さあ速攻か。佐藤翔吉、スピードに乗った攻撃。さあ突破できるか。大きくクリアした。塩谷、本田、ちょっとボール持ちすぎですね。ええ、塩谷、ナイスディフェンス。山口、本田、守りに入ると押し込まれますよ。ですね。黒崎、塩谷、この動きは読まれていました。大熊、アントラーズのディフェンスはどうでしょう。そうですね、とても集中してます。突破を許しませんね。そうですね。本戦です。グラウンダーで流した。これはものにしたいチャンス。西田、ロングクリア。ここから早いっすよ。奪った、ハウジネイ、奥野、ナイスチェック。セルジオ、内藤、素早いプレス。ジョルジー、ワンツー、攻めてますね。ちょっとボール持ちすぎですね。なるほど。これはものにしたいチャンス。ディフェンダーの壁は厚かった。どこに展開していくのか。カルロス、ナイスディフェンス。西田、スピードに乗ってドリブル突破。サイドをえぐってきます。グラウンダーで流した。よ、ゴールラインを終わりました。さあセットプレー、大事にしたいですよね。はい、どうでしょうかね。シュート、ゴー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 。ハウジネイ決めた。サンガ同点のゴール。サポーター大喜びでしょう。さあもう一度見てみましょう。イメージ通りですね。ええ、アントラーズのディフェンス、ここまでどうでしょう。いや、危ない場面が目立ちますね。ですか。ディフェンスが集中しないといけません。ですね。大野、いい形だ。佐藤翔吉、かろうじてクリア。中央突破は難しいですね。体の使い方がまずいですね。そうですね。西田、前方から激しいアタックだ。さあ行きましょう。秋田、献身的なプレー。ロスタイムに突入しました。どこに展開していくのか。この動きは読まれていました。西田、パスをつないでチャンスを伺います。後半終了。さあ V ゴール方式の延長戦です。守りに入ってますね。サンガ、どうした。決定力不足の悪い癖がまた出てますね。なるほど。内藤、黒崎、ミドルシュート。チャンスをものにできない。いや、危なかったですね。ハウジネイ、
チェック厳しい。クリア。長谷川ドリブル突破。もうちょっとスピードが欲しいところです。アーリークロス。ナイスチェック。どこに展開していくのか。佐藤翔吉。奥間、大きく蹴り出しました。ここから速いですよ。奥間動きがいいですね。本田スピードに乗ってドリブル突破。パスを回してますね。素早いプレス。西田大きくクリアした。サンガ今日は中盤が機能しているようですね。積極的に前方からアタックしてみたらしい。ええ。セルジオハウジネイジョルジちょっとボール持ちすぎですね。ですか。バジーニョ早い展開です。ナイスディフェンス。ロングクリア。次につなげたいですね。佐藤翔吉体の使い方がまずいですね。ですね。塩谷相馬ディフェンダーかわしてこれはチャンスだ。ディフェンダーの壁は使った。秋田スライディング。ここでホイッスル。延長戦前半終了。さあ後半です。アントラー今日は月がないのか。前線にいいボールが出ませんね。そうですね。前方から激しいアタックだ。かろうじてクリア。さあ速攻か。つながるのか。ここでシュート。ドシュート決まった。佐藤翔吉決めた。サンガ決めました。 V ゴー声援ナリアマジ素晴らしい V ゴー。さて VTR の用意ができました。いいシュートでしたね。なるほど。サンガ勝負強さを見せてくれました。一言素晴らしいマッチでした。今日の試合振り返ってみていかがですか。最後まで緊迫したいいゲームだったと思いますよ。ええ、実況はジョン・カビラがお伝えしました。それでは皆さんさようなら。選手の皆さん頑張ってください。